今回、皇后杯第1回戦を、ぶち勝つことができました、応援ありがとうございます。今回は、まず選手たちに伝えたことは、我々が今活動できていることであったり、日常が今まで当たり前と思ってた日常が当たり前ではないと、やっぱりこうやって試合ができることであったり、仲間とサッカーができることをしっかり幸せに感じて、プレーしようと、そういうふうに選手たちを送り出しました。試合内容に関してはまだまだ修正する部分もたくさんあるんですけれども、まずは選手たちがそれぞれの強みを出したことによって得られた結果だと思ってます。これに慢心することもなく、来週からもう一回気を引き締めて、次節の皇后杯に向けて頑張っていきたいと思います。ぜひ皆さんも応援よろしくお願いいたします。ありがとうございました。